あ、よしきさん、おはようございます。おはようございます。まあ、動画やっていきます。で、スウェーデンのワーホリ、およびワーホリでの生活の、まあ、知識について共有していくシリーズになります。で、今は日がい。3個目ですよね。はい。はい。今日のトピックは、携帯電話、あと SIM カードについてです。もう早速本題に入るんで、はい。はい。よしきさんの方で、携帯電話、SIM カード、どうされはたい。かというのをちょっと教えていただけますでしょうか。はい。自分の場合はですね、もうストックホルムのアーランダ空港に着いた、その空港内で、SIM カードを買いました。コンビニエンスストアに普通に売ってるんで、SIM カード本体と、あとはトップアップ、チャージ料5ギガ分を買って、そのままその日に使えるようにしました。なるほど。通信キャリアってどこの会社ですか？テレノーアという会社ですね。その時、コンビックっていうもすごくスウェーデンでも有名な会社が自分は使えなかったので、SIM カードがないと言われたので、テレノーアという会社に決めました。大体、いくらぐらいお支払いになったかって覚えています？ですね、5ギガバイトで、1400円ぐらいですかね。100チョイスか。そうです、そうです、そうです。なるほど。それって5ギガ使い切ったらまた5ギガチャージするって感じですか？そうですね、5ギガ、使い切ったら通知が来るので、その5ギガ使い切った後にまたコンビニに行って、そのチャージ分を、店員さんに言えば、店員さんがレシートを渡してくれるんで、で、そのレシートにナンバーが書いてあるんで、そのナンバーをまた携帯に入力したら、その5ギガ分をまた、使えるっていう仕組みになってます。多分インターネットでも申請できるんですけど、全部スウェーデン語なんで自分わかんないんで、今のところ、全部コンビニに行ってチャージしてますね。ああ、そうなんですね。それって、テレノアの5ギガが100ちょいぐらいってことなんですか？それとも全キャリア共通なんでしょうかいね？や、全キャリア共通ではないと思いますね。コンビックの方がもっと安いと思いますね。ああ、そうなんですね。はい。とりあえず、あんまり比較したことないんですけど、そのコンビニのレジに書いてあるんで、テレノーは5ギガいくら、コンビックいくらとか書いてあるんで、気になる方がいたら多分自分で確認した方がいいと思うんですけど、共通ではないと思いますね。なるほど、わかりました。ありがとうございます。何か、SIM カード購入するときに、はい。パスポートを見せろだの、なんとかだのって言われた記憶ってございます？自分が買った時には、その直近でちょっと SIM カードの方針が変わったらしくて、自分の個人情報とかを入力しないといけなくなったんです。前までは多分 SIM カード買ってパスポートを見せてすぐ使えるっていう状態だったんですけど、今は日本の住所とか、日本の電話番号、あとパスポートの写真を一旦送って、それが承諾されないとアクティベートされないっていうことになったんで。まあでも5分ぐらいで終わったんですけど、すぐは使えますね。ただその手間がありますよっていうだけで。なるほど。自分の場合と全然違いますね。はい。どんな感じでした？あ、そうですね。僕はまず、携帯は日本から持って行ってて、はい。で、こっちではテリアというテキャリリア、ア。テリア。を、まあ、SIM カードを購入してまして、で、流れとしては、まあ、コープさんってあるじゃないですか、生は協い、の。スーパーマーケットですか。で、コープに SIM カード売ってるっていうことで、そうなんであ、はい、こっちではそうでした。ちょっとストックホルムどうかなんですけど、はい。で、コープ行った時に、あれ、SIM カードあるやんと思って。はで、なんだったっけな。SIM カード自体が、その SIM カード自体に払うのが、
まあ、50クローナー、まあ、600円ちょいぐらい。はい。で、最初1ギガついてて、その1ギガがなんと1000円ぐらいっていう超高い。高い。で、だから合わせ1600円ぐらいで1ギガプラス、SIM カードを購入したわけですよ。はいはい。で、家帰って挿したら、使えねえと。何してんの、はい、はい。で、僕、4人のフラットに住んでて、はい。フラットメイトのスウェーデン人に見てもらったら、俺、テリアの実店舗に行って、パスポート紹介しないと使えねえぜって言われて、うわぁ。あ、めんどくせえと思いながらも、まあ、はい、行ったわけですよ。その、はい、まあ、セントラル、ダウンタウンの、はい。テリアに行って、でそしたら、はい、まあ、もちろんパスポート見せろって言われて、うん。購入した時のそのコープさんのレシート見せて、はい。で、そしたらテリアの人が、その本社に電話して、はい。パスポートナンバー言って、はで、その時僕、居住許可書があったので、それも見せて、い。で、すぐ OK が出て、そこで初めてアクティベートされましたね。で、後日、その旨と僕の SIM カードの電話番号が書かれた手紙が、この家に郵送されてきました。っていう、結構手間かかりましたね。やっぱ、ヨシキさんのケースもそうですけれど、正直、犯罪防止っていう観ああ。点で、SIM カードの購入がなかなか手順が複雑になってる印象ですね。はいはいはい。で、多分そこが、ちょっと経路は違いますけど、同じだったってことですよね。自分がそのパスポートの番号を入力とか、そういうインターネット上でやったことを、シンジさんは直接店舗に行って、やったってことですよね。そうですね。まあ、実際に手間はかかりますと。手間はかかりますね。手間はかかりますね。なので、まあ、ご自身でこう店舗に行かれるのもよし、まあ、はそれい。だったらいきなりその携帯ショップ、なんかソフトバンクショップみたいなテリアショップとか、はそういうところに行くのが僕は無難かなと思います。い。なぜかというと、僕、その最初に1ギガも一緒に買ったって言ったじゃないですか。はい。その1ギガ、使えなかったんですよ。アクティベート前だったんで。はいはいはい。コープに返金しろって、言いに行ったら、法律でできないって言われて、テリアに行けって言われて、で、ここから先も想像つくと思うんですけど、テリアに行ったら、俺とはい。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 お金受け取ってないからコープでやってくれって言われて、はいはいはい。あ、100クローナ飛んだと思って。1200円ぐらい飛んだってことですよね。1200円飛んだっすね。うわー、うマジわ。ちなみに、シンジさんは、コンビックは使おうとは思わなかったんですか？で。意識的に避けてたっていうよりか、そのコープの棚に一 番いいああ、たのまさたせまあったみたいな感じ。て。で、コープの情報を持ってらっしゃるんですか？いや、コンビックは自分がスウェーデンに行く前に調べて、一番その検索結果が多かったというか、まあ、そうですか。そして、はい、一番なんか安い印象もあったんで、コンビック狙ってたんですけど、空港でコンビックないよって言われて。でも今、ストックホルム歩いてると、コンビックちらほら見えるんで、多分空港だけなんじゃないかなって思うんですけど。ああ、なるほど。はい。はいはいはい。自分はとにかく早くアクティベートしたかったんで、もう宿への道すらもわかんないで、Google がないと。そうですね。ああ、それで言うと、Google マップのオフライン機能とか、使うといいかもしれないですね。もし動画見られる中で、SIM カードをすぐに購入する時間とか体力とか、はいはい。ない方は、Google マップのオフライン機能おすすめですね。それはオフラインでもはい。マップが見れるってことですか？そうです。なんていうか、A 地点から B 地点に行く道筋とか、時間とかは表示されないんですけど、はい。要はそのマップの上の GPS の点は出るんで、ああ、自分がどこにいるかはわかるってことですね。最低限それはわかります。オフラインでも。僕は一まあ、応、検索はできないけどって感じですかね。そうですね、検索は、
なんで、僕は来るときには一応ストックホルムの地図と、あと、まあ、今の梅尾の地図はオフラインで保存してましたね。あ、オフラインで一旦保存しとくと、より分かりやすくなるってことですね。この建物の名前とかも保存されるってことですよね。そうです。機内モードでも。ああ、ええー、初めて知りました。ああ、そうですか。えこれはあると便利だと思います。えー、ええー、他、携帯、そうだな。あ、今これちょうど自分が直面している課題なんですけど、はい。まあ、YOSHIKI さんみたいにコーディネーションナンバーがあれば、はい。例えばコンビックとかテリアとかのそのウェブサイトから、はいはい。本体プラス SIM カードっていう契約もできます。はいはいはい。はい。で、そっちの方が安いんですが、メリットがあって、最低のその分割が24ヶ月とかなんですよね。なんで、ワーホリで、その後、まあ、延長するご予定がない方とか、はい。延長できなかった場合に、まあ、本体はいいとしても、はい。さらに1年間払い続けなければいけないっていうデメリットは。はいはいはい。ああ、なるほど。うん。そうですね。自分の場合は、YOSHIKI さんにお話したと思うんですけど、ワーホリが終わった、フィンランドの方に起業というか、はい。はいはい。はい、移住するんで、もし僕がコーディネーションナンバーあれば、まだ手が出るほどちょっと欲しいような。EU 全部で使えるじゃないですか。はいはいはい、そうですね。はい。なんで、ちょっと僕は欲しいなと思ってるんですけど、あいにくこっちで仕事を探してないので、コーディネーションナンバーので、使えないと。契約できないような形になっております。すべてを持ってますね、コンディネーションナンバー、本当に。いや、本当なんで番号一つでって思うんですけど、やっぱ、すぐはい。割引になるし、そうですね。うん。まあ、ちょっと脇道それますけど、なんか、こっちで仕事を探したら、もう即座、はい。前の動画でもお話した通り、即座にコーはい。ディネーションナンバーを申請した方がいいと思います。本当ですね。本当にそうですね。うん。そうですね。話戻るんですけど、携帯すら分割で買えないんで、本当もう旅行者扱いですよね。確かにそうですね。今正直自分がやってることは旅行者として、はい。まあ、2週間に1回とか月1回で払ってるってことですもんね。その携帯の SIM 代を。なんか上級旅行者って感じですね。上級旅行者みたいな感じですもんね。そうそうですね。まあでも結論やっぱ、SIM カードはめんどくさいけど買えますと。なの。はい。いうとそうころ。ですね。はい。あとは、携帯と SIM カードっていう形で、その分割でオンラインで買おうとすると、まあ、どうしてもコーディネーションナンバーが必要ですよという。まあ、この2点ですね。そうですね。うん。はい。なんで、まあ、こっち来て、その実店舗の携帯ショップに、こう、書類一式はパスポートだったり、居住許可証だったり、っていうのを持って、まあ、契約したいんだけどって聞くのが一番早いと思っております。そうですね。なんで、ついて、体力的に、まあ、時差ボケとかも回復したら、ぜひ、実店舗に行くと、はい。いろいろ早いと思うんで、そうしてください。そうですね。はい、そんな感じで、ちょっと今日は短かったですけど、携帯および SIM はい。カードのアクティベートについて、まあ、今日時点での最新情報をお伝えさせていただきました。よしきさん、ありがとうございはい。ありがとうございます。ます。はい。という形で、まあ、毎週できる限り、ワーホリに関しての情報を発信しておりますので、よければビザ申請中の方、これから申請しようと思っている方はですね、他の動画だったりとか、あと僕のブログ記事の方が情報たくさんありますので、そちらをご覧いただければ幸いです。はい。ということで、YOSHIKI さんありがとうございました。はありがとうございます。い、じゃあこれで終わりにしたいと思います。はい。はい、ありがとうございました。